左足でクロス、豊川ミサオが入れてきました。豊川こぼれ球、原太一折り返し、流れてきた、シュートだ。意図ではないと思いますけど、まあ、手には当たってますね。両腕じゃなくて右腕だけです ね。左マルシーニョ、山田はちょっと外にも散らすことになりましたが、切り返して中へ引きつけて、また中、山田が打った、ソンユンです。いや落ち着いてますよ。局面1対2、中入れた、山田が来た。立ち花田がそこでプラス1を作ってるんですね。あ、そうですね。マルシーニョ、マルシーニョ、家長から山本を打ち出した、瀬古、瀬古のミドル、こぼれ球、ソンユン、よくリカ、三浦が入れます、中央へ、ボレー、オフサイド、オフサイドです。奪われます、松田天馬、運んで折り返し、豊川だ、こぼれ球、原太一、さらにプッシュ、川崎颯太、ゲームが動きました、先制、京都サンガ FC。そうだったんでね、川崎はね、豊川もね、内側でうまく、山本からスペースへ、さあ、遠野。遠野クロス、クリアです。セカンドボール、脇坂だ、見ていました、これを佐藤今日運ぶ、佐藤今日まだ行く、佐藤今日クロス、さあマルコ・トゥーリオ、さあ右からえぐってきます、クロスが来た、オフス、ツートップにしたでしょうか。ツートップ気味だと思いますね。442みたいな形ですかね、はい、豊川マイナス、流れた、原太一、ディフェンス、南クロス、小林優、こぼれ球、シュート、ゴミス、まだ、あ、ジャッジが出ます、オフサイドです。まだ佐藤今日、試合が終わりました。2024シーズン初勝利を挙げました京都サンガ FC。